金飲食は、19世紀から20世紀前半に、かけての朝鮮の政治家、漢学者。文集に、雲陽州、天津断層、陰性史、人心霊光などがある。景気道公衆府出身。同治13年に増広見に合格し、更新政編では、時代党に組みし、清の遠征外の援軍を得て開花派を取り除いた。改革で誕生した、金内閣では、 外部大臣を務めた。圏洋元年に、露館破戦が起こると、昨日と羊事変を座視したという理由で、チェジュ島に配慮されたが、三つ竹11年に赦免された。日韓併合に協力して、併合後に、日本政府から死者を授けられるが、3.1運動の際に、韓国独立請願書を、日本政府と朝鮮総督府に提出して、弾圧後に遊兵。 1919年7月17日、社位を剥奪された。大、教の教主である、キチを援助してその京都になった。金飲食がモデルとされる、朝鮮銀行券日韓併合に対する功績のためか、大正4年以後に発行された、朝鮮の紙幣であった朝鮮銀行券は、金飲食をモデルとしたものと言われている樹老人の肖像が入るようになった。 この紙幣は、金飲食が爵位を剥奪された後も長く発行され、第二次世界大戦での日本の敗戦により、日本による支配が終焉を迎えた後も、しばらく有効であった。ありがとうございます。